観光バス。観光バスは、観光を主目的としたバスの総称。団体での貸切運行を行う、貸切バスや乗り合いバスによる定期観光バスがある。観光バスとは、一般的に、路線バスや高速バスと違う車体の車両を用い、日数、時間、距離などに応じて一台ごとに、貸切料金を得る方式で、顧客や主催者の依頼に応じた工程で運行する、ものを言う。 ここでは、特記ない限り、観光バス、道路運送法に規定される、一般貸切旅客自動車運送事業の形態として、運行される、バス、または特定バス、道路運送法に規定される、特定旅客自動車運送時の形態として、運行される、バスについて記述する。従来は免許制で、多くは路線バス事業も展開している、日本国有鉄道。 JR バス貸手鉄か、大手専業系バス会社が貸切バス事業も行っていたが2000年に道路運送法が改正されバス事業自体が免許制から許可制に変わり貸切バスを中心に異業種や新規事業者の参入が相次いだ同時に既存のバス会社も主として経営効率化の見地から貸切バス事業を含むバス事業の分社化や 九州合併などの業界再編が盛んに行われている。2000年代中頃からはインバウンド需要の高まりを受け、法日外国人旅行客の輸送を専門とする事業者新規開設が相次いでいる。結果として競争が激化し、事業者の経営が不安定となり、乗務員は少ない人員による長時間勤務を強いられ、過労や 賃金の低下など、労働条件の悪化が指摘されている。2007年2月18日には、スキー場からの帰りの、安住屋観光バス、長野県北安住郡松川村の貸切バス、旅行会社が募集した、会員制、スキーバスが、大阪モノレールの橋脚に、衝突、27人が死傷する事故が発生した。事故の原因としては、 長時間勤務による過労からの居眠り運転が指摘されており、同社については2006年6月に労働基準監督署から長時間労働を改善する要是正勧告がされていたという。この事故については後日スキーバスを再行した旅行会社さん対応トラベルから法外に安い運賃での運行に加え乗務員不足状態での臨時便運行を強要されるなどのいわゆる 下請けいじめ同然の行為を受けていたことが明らかとなった。その後、安住屋観光バスはダイヤモンドバスに社名を変更し業を継続している。2007年2月21日の毎日新聞によると、労働基準法などに違反するとして、2005年に行政指導を受けたバス会社が全国で85社に上ると報じられた。これは、 法改正された2000年の20社に比べて4倍以上に増加したことになり、労働条件の悪化を伺わせる現象である。事故後、バス事業者向けに各種安全対策が取られたが、その後2012年の関越自動車道高速バス、居眠り運転事故を契機に旅行会社に対しても行政指導が行われ、安全策の向上が図られた。しかし、2016年の軽井沢、 スキーツアーバス転落事故をはじめとする重大事故が相次いでいる。上記の空いたスキーバス事故をきっかけに、公益社団法人日本バス協会では、平成23年より、貸切バス事業者安全性評価認定制度を開始した。申請は、貸切バスを3年以上営業している事業者の任意で、安全性に対する取り組み状況を協会が審査し、 評価された事業者名を公表する。評価レベルは1から3の星の数で示され、星付きの認定シールをバス車体に貼ることができる。また、国土交通省は2012年の関越自動車道高速バス居眠り運転事故発生を受けて、翌2013年に高速貸切バスの安全、安心回復プランを策定し、事業者に対して 安全を確保するための基準強化を行った。国土交通省ネガティブ情報等検索サイトでは、過去の3年間に行政処分を受けた貸切バス事業者を検索できる、ほか、各地方運輸局の公式サイトでも行政処分情報を公表している。また、貸切バスを手配の開催するランドオペレーターについても、貸切バス等の安全確保対策に関する行政評価、 監視の中間公表において、総務省は、ランドオペレーターに対する法規制仕組みの構築の必要性を検討している。中型車以下の場合は運転士1名の場合や、夜行運転の場合は運転士2名だけの場合があるが、一般的に運転士1名と、車掌、バスガイド1名の構成で運行され、ガイドは、車内サービス、観光案内をマイクを使って行い、車内清掃や、 交代誘導も行う。交代時、左折時巻き込み事故の防止の点からも、保安的要素もあり、運転手を補助している。多くは女性である。貸し切りの場合、団体によっては運転手のみで、ガイドが乗務しない場合もある。運転手は必ず大型か中型、またはマイクロ限定条件付きの二周運転免許を所持し、道路状況の判断や、渋滞回避、大きな車体を、 観光地の駐車場へ入れ込むなど運転者としての最高レベルの技能を要求される。多くは男性である。ただし、2000年の道路運送法改正以降は原則として車掌乗務が不要となっており、近年は観光目的の運行でも運転士1名のみでのケースが増え始め、車体後部モニターカメラ、ワンマン運行支援システム、 GPS と連動した自動ガイドシステムなどのサポート設備も次第に普及してきている。学校の修学旅行や遠足などの行事、社員旅行など、団体で貸し切っての運行が多く、拾い集めることはあっても乗客は固まって行動し、客扱いは一段となって行われる。停留所があるわけでもないので、乗り降りは路線バスに比べると少ない回数となる。また、 団体の中に添乗員と呼ばれる話人なり幹事がいる場合、情報伝達はその世話人などを通して行うので管理を行える。乗客が均質なことが多く、トラブルの発生は少ない。貸切観光バス会社は時間、距離に応じて運賃の上限、下限を定めて各運輸局に届け出ている。したがって運賃は自由に決められるものではなく、 上限運賃を上回ったり、下限運賃を下回ることは、道路運送法違反であり、違反した場合、行政処分もある。また、貸切バスを廃車できる事業者は、出発地、到着地いずれかに営業区域、都道府県単位を有する事業者でなればならなく、全国どこでも廃車できるわけではない。貸切バスの勤務時間は、国土交通省の勤務時間等を基準告示に、 定められており1日の高速時間は、原則13時間以内、運転時間は2日を平均して1日あたり9時間以内で、かつ連続運転時間は4時間以内と定められている。貸切バスの高速道路走行を伴う運行では、先の1日あたり9時間に相当する乗務距離の上限は 670km と定められている。6 7 0トルを超えて運行する場合は、 別の運転者を用意、つまり二人乗務としなければならない。これは国土交通省の指針であり、バス会社別の労使協定によりこの指針よりも短く設定されている場合もある。逆に、小規模なバス会社では人手不足から一人で1日に 670km 以上の距離を運転するケースもある。台湾では台湾観光局が 各地の旅行会社と提携する観光バスサービスの台湾間、もえ、台湾ツアーバスが運営されている。これらの観光バス、ガイド付けは事前予約制で台湾高速鉄道、台湾新幹線や台湾鉄道の駅、空港、ホテルまでの送迎サービスがあり各観光地との間で半日または1日のコースが設定されている。なお、台湾では 鉄道主要駅等と観光地をつなぐ交通機関に、シャトルバスの台湾吉行があり、エリアごとに観光地を巡回する乗降自由のバスとなっている。乗降口が前方の一箇所で、座席が進行方向を向いているものが多い。車椅子などを収容するために中間部や後部に別の出入り口やリフトを備えるものもある。非常口は出入り口と反対側側側面の後方、日本では 右後方についているものが多い。上降口ドアは近年は自動ドアが一般的で降り度は少なく、外側へせり出すスイングドアが多い。高速走行、長距離走行のため車両の足回りや座席が豪華に作られ疲労が少なくなるようにされている。ただし、独立座席の夜行高速バスよりは狭い。内装はかつて豪華なシャンデリアや モケット生地などを多用して華やかに仕上げ、各事業者が趣向を凝らした内装を特注するといったこともあったが、近年は華やかさよりもコストや実用性が優先される傾向が強く、メーカー標準仕様の内装をそのまま採用する事業者も多くなった。とはいえ、伝統的な内装を重視する事業者や車両サービスに力を入れる事業者では、新機能入車料であっても豪華な内装に、 仕上げられていることがある。車両の後部、あるいはすべての座席をサロンとして、座席を回転させ、向き合える空間にしてある、サロンカーがある。飲み物などが置けるテーブルが設置されているものもあり、朝ジャンタクを設置し、走行中に、麻雀ができるものもあった。畳敷きのものもあり、キャンピングカーのような車もある。なお、日本では、放棄上 バスに寝台を設置することができないので、交代乗務員の仮眠室を除き寝台付きの営業用観光バスは存在しない。一時期、大阪の中央交通がヨーロッパで採用されていたフランス製の二段ベッドにコンバートできる座席を備えたネオプラン車を導入し、自社ツアーで運行したことがある。主に大型車、中型車、小型車の3タイプで、 それぞれにスタンダードデッカー、ハイデッカーがある。さらに大型車には、スーパーハイデッカー、ダブルデッカーもある。大型車は、車体幅2.5メートルで、全長11メートルから12メートル、40から60人乗り程度が多い。座席は、最大で12列になるが、同じ車体で11から10列の座席を配置し、間隔が広いく、足元の、ゆったりした車もある。 定員40から0名程度。補助席をなくし、座席が左右にスライドするものもある。また、高速バスに多い3列シートのものもある。定員28から36名程度。車種は三菱不装、エアロエース、日野セレガ、イスズガーラ、日産ディーゼルスペースアロー等がある。中型車は、初めから中型観光バスとして設計された車種のほか 大型車の全長を9メートルに短縮した仕様もある。前車は、車体幅2.3メートル程度で、全長9メートル、30人乗り程度が中心である。かつては、ハイデッカーも製造され、車種は、日野、メルファ、三菱不走、エアロミディエム系、イスズガーラミオがあるが、快適性、居住性などの理由から導入は少なくなっている。そのためハイデッカーの製造はなくなり、 2013年時点では、日野、エリファとイスズガーラミオの統合車種しか生産されていない。一方で、大型車のショートタイプについては、近年ではこれを中型車として取り扱う事業者が多くなってきている。こちらは、車体幅2.5メートルで、全長9メートル、30人のり程度が多い。車種は三菱不装、エアロエースショートタイプ MM、日野、セレガ HD、S。 ハイデッカーショート等がある。小型車、マイクロバスとも言うは、初めからマイクロバスとして設計された車種のほか、中型車の全長を7メートルに短縮した仕様もある。前車は、車体幅2.1メートル程度で全長7メートル、25人乗り程度が多い。主な車種は、昨日、d s セがあるが、2011年で生産中止となった。後者は、 車体幅2.3メートル程度で全長7メートル25人乗り程度が多い。中型車と同様にハイデッカーもある。車種は、日野、メルファ7、三菱不走、エアロミデ DMJ 等があるが、客単価の下落によって、定員の少ないバスは軽される傾向があり、導入が少なくなったことから2007年のエアロミデ DMJ を最後に生産中止となった。そのため、 小型観光バスについては2013年時点での国内生産はない。通常、冷暖房、マイク放送設備、テレビビデオデッキや DVD などの音響、映像装置が装備され、車両によってはトイレ、カラオケ、冷蔵庫、湯沸かし器なども装備されている。また、少数だが電子レンジや酒換気、ビールサーバー、通信カラオケを装備する例や、 携帯電話の普及に伴って車両に公衆無線 LAN を導入したり、座席に充電用のコンセントや USB ポートを設置したりする例がある。特殊な装備品としてエレクトームをダブルデッカーの1階席に設置したり、四国の事業者ではダブルデッカー車両のフロント1階席と2階席の間に車外から見るように大きなアナログ時計を設置した例が、 マーカーランプの一部を屋根状にロケットのような形のもので設置したものがある。特定の観光地へ乗り入れるための専用車が用意されることがある。例えば、長野県上高地へ向かう途中の釜トンネルは2006年に拡張工事が完了するまで道路幅、高さともに狭かったため通常の大型ハイデッカーの乗り入れが不可能であった。このため長、を抑えて ショートホイールベースとした上高地仕様と呼ばれる仕様が存在し、上高地へのツアー輸送を多く受注するバス事業者で導入されていた。2台以上の台数口で走る場合は号車番号が付くことが多い。関東などでは頭から1号車、2号車、3号車となるが、近畿地方、東海3県、愛知県、岐阜県、三重県では最後が1号車、その前に2号車、 三号車と、純号車番号が付くことが多い。これは対向車が何台のバスが繋がって走っているかを、早くに認識できるためと言われている。一部には1、8と、号車番号を、総号車の表記をしたものや、8を割りと表記するケースも、ある。老人団体など四号車が嫌われる場合、十号車と表記する場合がある。修学旅行、遠足などの場合には、直接的に、 組とと表記することもある。こもあ会社によってはバスごとに相性をつけることもある。手配の関係で別の会社からの応援の車で編成する場合、会社がバラバラとなり、カラーリングが五色豆の状態になる場合がある。この場合先頭車両が元々の手配会社で次の位置が最後尾車両、残りを応援会社で編成することが多い。会社によって車体のカラーリングが バラバラになることを避けるため、グループ内で統一したカラーを設定したり、資本関係のない会社同士では、共同組合方式でカラーリングを統一する例が、ある東北海道貸切バス事業共同組合、ホープバス共同組合、観光バス、高速バスに対しても2009年7月から e t c を幅割引が適用されるようになった。 いわゆるインバウンド輸送を主力とする事業者では、希望番号制度を利用し、保有する車両ナンバーを中華圏で好まれる8888 88、168など8を含む数字で登録していることが多い。会社、地域、職域などの団体の研修旅行や、慰安旅行、学校、幼稚園などの遠足、修学旅行、体験学習などの学校行事、 クラブ活動の送迎。募集した客を会員として、旅行会社が主催でかしぎる募集型企画旅行。出発地から目的地の観光スポットを回り、出発地に帰る一般的な主催旅行。この場合は観光バス会社自身が主催することもある。主要な都市から観光地、例、大阪東京ディズニーリゾートなど、または都市間お昼夜行の路線バス。 出発地集合到着地解散の片道輸送に類似した形態で運行する主催旅行。かつては高速バスに近い間隔で利用できる形態のものもあり、事実上高速路線バスと同等になる場合があったが、この場合も免許の関係で貸し切り運行、主催旅行の形態となり、通常の観光バスを流用しているため、高速バスよりも運賃、 料金が安く設定されていた。旅行会社の中には高速バスとして販売している例も多く、正規の高速バスとの区別がつきにくくなっている場合があった。このため、通常の高速バスが競合により停留所の追加、減便や倒廃合、さらには撤退という事態に追い込まれた。しかし事故、トラブルの多発により規制が強化され、 2013年8月以降都市間のツアーバスは国土交通省の許認可を受けた上で高速路線バスに移行し新たに都市間ツアーバスを運行することはでなくなった。同年以降は必ず観光地宿泊施設をセットにして運行することが必要となっている。空港、鉄道駅、港などの交通ターミナルから観光地への移動のための輸送 二次交通逆に、出発地周辺と空港などとを結ぶための輸送。コースとして、出発地、貸切バス A 空港、飛行機 B 空港、貸切バス観光地、貸切バス B 空港、飛行機 A 空港、貸切バス出発地の形で使われる。鉄道会社、航空会社、旅行会社などと契約して、車体のカラーリングや仕様を、 契約先に合わせることもある。催し物会場などへの来場客の輸送、労働者の通勤のための輸送、輸送や送迎の場合、バスガイドがつかないことが多い。校舎は一社の貸し切りとは言っても、道路運送法に基づく、貸し切りバス、一般貸し切り旅客自動車運送事業ではなく、特定輸送、特定旅客自動車運送時、路線バス同様に、バス専用車線を、 走行可能として扱われる場合が多い。都市とスキー場、海水浴場などの間を結ぶ目的で運行される。路線を限定して運行するわけでなく、主催旅行に近いが、車が往復で違うなど、かなり特殊な輸送形態。お盆や年末年始といった、超多客時には、高速路線バスの増発に観光バス用車両を回すことがある。この場合、車両内に、 トイレがないため、途中のパーキングエリアや、サービスエリアなどの休憩でのトイレ休憩の時間が必要となる。また、夜行バスの場合は、座席が狭いことから、本来の車両とのバランス上運賃を割り引く。地方の過疎地などで、一般路線バスが廃止された場合、大体として、道路運送法21条、旧20条の例外規定に基づいて、地方自治体が肩代わりする。 あるいは一般貸切バス事業者に委託する形で、登録上の貸切バスを路線バスとして運行する場合があるが、元々の一般路線バス運行会社の子会社が運行する場合などもあり、運行実態自体は以前と変わりない場合がある。営業エリア内の JR 等鉄道路線が事故等で不通になった際の代行輸送を担当する例がある。鉄道事業者と別途契約輸送。 運行場は鉄道路線として扱われる。以下は日本国内で販売されている、もしくは過去に販売されていた観光バスの車種、メーカー。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。